はい。皆さん、こんにちは。は月光栄です。は月光栄の水日チャンネルということで、今日もよろしくお願いします。えー、2024年6月、今月がですね、えー、大きな、今年の中では大きなターニングポイントになっているということをお伝えしていますが、その中でもですね、やはり、まあ,あ、あくまで私のその見方のポイントなんですけれども、やっぱり、月死の日ですね。 えー、6月の21日、その前後、まあ、20日、21、22、23、まあそのあたりまでかな。そのあたりがですね、非常に大きなポイントじゃないかなというふうに思ってるんですけども、もちろんその時に何が起きるかはわかりません。わかりませんが、えー、いわゆるその、まあ最初のきっかけはね、多分ね、あの、人工的なもんじゃないかなと思ってるんですよね。えー、 何でしょうわかんない。その災害に見えることとかですね。う、えー、まあ、戦争的なこととか。まあ、今ね、その北朝鮮の方から、まあ、いろいろミサイル飛んできてるとかいう話もありますし、まあ、そういうことな、何か大きな事故かもしれませんし、とにかくその、まあ、私たちの意識がこう揺さぶられるようなことっていうのは起きやすいタイミングなので、えー、そこはですね、まあ、 注意するっていうか、それをね、なんですかね、ネガティブな予言みたいなものをしてるわけでは決してないんですよ。だからこの日に何かが起きますよとか、この日はもう絶対的に注意した方がいいですよとか、ああ災害がありますよとか、そういう話ではないんですよ。まあ、もちろんあるかもしれません。ある可能性はもちろん否定はしませんけども、それがあったとしても、ね、え うん直接自分に大きな被害というかがなければですね、それはやはり、えっ、ー、と、問題は意識なんですよねえ。もちろんそれが直接的な被害があれば自分なりにその対処はしていかないといけないと思いますけれども、そうじゃなければそれを見て私たちが、皆さんが、あなたがどういう意識になるか、どう意識をそれでその出来事から自分の意識を転換していくのかっていうことが 最も大事なことなので、えー、それは別にその、そういう災害とか、そういうアクシデントとか,とかね、事故とか、まあそういうことがなくても、意識さえ変えてしまえていれば、自分の意識さえ、えー、新しい時代に、えー、その、合うようなね、新しい意識転換ができてしまえばですね、別にそれが起きても起きなくても関係ないので、 だから、早く新しい、まあ、いわゆるその古いお金で縛られてた豊かさの時代から、新しい豊かさの意識の、新しい豊かさ意識の時代に移行しましょうっていうのを、 まあ今年のテーマなんですけども、まあ、ずっとお話してるんですけど、それがですね、加速するような出来事っていうのが起きやすいっていうのが、まあ今月のテーマなのね、今月の流れなので、ぜひぜひそのあたりはね、ちょっとこう、こうそこの部分にもこうアンテナを立てながらですね、でもやることは、その外側をどう対処するかっていう話じゃなくて、あくまでこの内側の話なんですよね。皆さんの意識をどう転換していくか、このお金っていうものに対する私たちの意識っていうのを 転換するっていうのがもう何ですかねこのアセンションいわゆるその次元を上げる新しい時代に入るためにはもう避けて通れないんですよだからその本当にお金に縛られてる部分すごく多いと思うんですけどもお金っていうのはですねそもそもまう依は価値がないもうその感まあ今もう紙も使わないですからね単なる私たちの意識なんですよ数字ですから 単なる数字なんで、その単なる数字に価値をもたらせてるのはあくまで私たちの意識だから、その意識が変わらないことにはお金の価値も変わっていかないわけですよね。だから逆に言えば、お金の価値が変わることによっては私たちの意識も変わりますから、それは、まあ宇宙から見たらあ、どっちが早いかっていうと、 要は、減少化させた方が意識転換が早くなるんでえ、そんなことしなくても、私たちの意識が変わればですね、もう自然とお金の価値も変わっていくんですけども、なかなかそれがもうがっつりこう洗脳されちゃってるので、そこが、うん、変わっていかないので、まあ、宇宙が、いわゆるそのお金の価値が変わるような出来事を、まあ、起こしてく,くれてる。 うそういうきっかけを与えてくれているんじゃないかなというふうに、そんなふうに捉えていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。よろしいですかで、えー、今週の数ナ波乗りウィークリーメッセージは、 今あるお金で豊かさを味わってみる。はい。あの、先週はですね、えー、やってみたいことリストを作成するだったので、そのやってみたいことリスト、お,お金でできることね、やってみたいことリスト、まあ、すぐできること,とすぐできないことあるかもしれませんけども、その、リストを作成した上で、じゃあそれを実際にやれるところからやってみましょうということなんですよね。せっかく、まあ、先週ですね、やりたいことリストを作成したのですから、もったいないとか贅沢だ。 と思わずお金を使って豊かさを味わうチャレンジだと思い直して、その中から一つでも二つでも実行に移してみましょう。美味しいものを食べるのもよし、えー、欲しいものを買うのもよし、えー、自分に思いっきり贅沢させるのもよしです。ポイントはそれをやった時どんな気持ちになるのかということです。それを忘れないようメモしておくこと。 確かに、お金で味わえる豊かさもたくさんあります。はい。そうですよね。お金を出せば、今のこの社会の中、今のこの地球の中では、味わえる豊かさっていうのはたくさんあるんですよ。で、それを、要は、味わわないで、味わうことをしないで、にはもうお金がないから別に私そんなの関心ありませんと。そんな贅沢なこと。いやいやいや、本当ですかと。本当に、それは、味わってみたくないですかって。 お金で味わい。例えばね、えっと、先週もお話ししたんですけども、5月の月末にですね、お客様と一緒にですね、バリ島へ、久しぶりに僕二十数年ぶりに訪れたんですけども、バリ島ってこう、スパ、ね、マッサージがすごい有名なんですけども、まあ、あの、それもですね、ものすごい素晴らしい環境の中で、こう、ゆっくりね、まあ、3時間ぐらい、皆さん、 まあ、それぞれ個々ですね。全部個室の状態で、まあ、個々に、こう、味わうことをこさせていただいたんですけども、それは本当に素晴らしい時間。 よったですね。まあ、あの一緒にいたお客様の中にはね、もうこれ死んでもいいっていや、死んじゃダメでしょ。ダメ、ダメじゃないけど、もう死んでもいいって、死んでもいいぐらい本当に良かったっていう風におっしゃっていただいた方もいらっしゃったんですけど、ね、じゃあすぐにバリ島へ行ってそのスパをね、あの極上のそのスパを味わうっていうのは難しいかもしれないけど、でも日本でも味わえることがあるわけですよ。ね、で、それは、 まあそのビルの中かもしれないし、まあすごいホテルだったらすごくいい環境の中かもしれないけども、で、それで実際味わってみて、ああ、やっぱりいいなと思ったら、それがこの大自然の中で、ね、鳥のさえずりと風のこう、よぐ感じと、そして、まあ、あの、僕ら受けたのはその本当に渓谷のね、すごい下の方の川のせせらぎの音がずっと聞こえてですね、もうその自然音しかないわけですよ。 もう、いや、めちゃくちゃ気持ちよかったんで、例えば、あ、やっぱり実際やってみて、あ、これが、その、はずきさん言ってたみたいな、そういう自然の、大自然の中で、ゆったり時間をかけてやってもらったら、どんなに気持ちいいだろうと思うんだったら、行ってみてくださいって話ですよね。 で、それがこう、実際にそのスパを受けて、あ、やっぱり私あんまり好きじゃないかもと思うかもしれない。その、その、それってやっぱりその,その人の感覚の問題ですから、それでも実際やってみないことにはわからないんですよ。で、それをやっぱりそのできるだけ、まあ今回はお金のお制限を取っ払って、もうそのなんか街のそういうこう、ちょっとしたマッサージとかじゃなくてできたら、本当に いいホテルでそれを受けてみるとかね。あ、そしたらやっぱこういう環境で受けてみたいなとか、なんで私はそれが好きなんだろうかとか、いうことをこう掘り下げていくことがすごく大事なんですよ。よろしいですか確かに、えーお、お金で味わえることには遠慮せず、お金を使って味わってしまえばよいのです。だって、それをできる、できるだけのお金をあなたは持っているのですから。 それを我慢していること自体、貧しさ意識に囚われている証です。そして実際にそれをやってみて、あなたがどう感じるのかが最も重要。それをして、こんなものかと思うのなら、 そこにあなたの豊かさ意識はありません。逆に豊かな気持ちになるのなら、うわ、すんごいよかった。めちゃくちゃ豊かだと思うのなら、その先にあなたのワクワクや豊かさの源泉がある証拠です。それを見つけることこそ、このチャレンジの目的なのですから。はい。今週の波乗りワンポイントということで、実際にそれをやってみて。 体験してみて、自分の反応を見てみる。これが最も大事なことです。よろしいですかまあ、贅沢をしなさいっていう話では決してないんですよ。要は、あなたがやってみたいことにお金を使ってください。だって、お金の価値がなくなるかもしれないから。その時、あなた、後悔はないですかえー、ああ、やっとけばよかった。残念がったり、ね。えー、なんであの時しなかったんだろうっていう、そういうふうに思わないですか それは結局、貧しさ意識に縛られているだけではありませんかなぜできるのにやらないのなぜできるのに今それをやらないの、えー、やるんだったら今しかないでしょう。っていう、そういう話ですね。もうそれがですね、多分皆さんが思ってる以上に早く加速して訪れるお金の価値が変わるっていう可能性が十分あるので、 えー、今、持ってるもので、まあ、その皆さんの、えー、それぞれのあなたのその豊かさの意識を満たすっていうこと、体験をぜひ味わいましょう。味わってくださいっていうのが、まあ、コのテーマなんですね。で、それを味わってしまえば、その豊かさの意識という、ああ、ごめんなさい、えっ、ー、と、お金の価値観というのがね、変わっていっても、 こっちも豊かだし、こっちも豊かだし、あ、こういう豊かさも十分味わったし、もうそれは十分いい,い,いですよと。でもこっちの素晴らしさもちゃんとわかりました。だから、その中で、えー、皆さんは、ど、どの部分野が、どういう状態が最も豊かさを感じるんですかっていうのをまた自分に問いかけていくわけですよ。で、それはやっぱり、そのね、お金でできる豊かさっていうのを体験しないと。 味わい尽くさない限り、そのネクストステージ、その先の新しい扉は開かないよということをですね、ぜひぜひ覚えておいていただきたいなと。ね。あの、それもですね、そんなに先の話じゃないんですよ。2年先とか3年先に味わいましょうじゃないんです。今すぐです。やれることは今すぐやるっていうことが大事で。で、それはね、いいですかそのベストではないかもしれないけども、ベターの中でもいいわけですよ。 ね、あの、こういう、例えばドレス着てみたいんだったら、それを体験しましょうというんですから。あ,ある意味、レンタルでも構わないです。でも、あの、妥協はしないでください。最もいいやつを着て、まあ、写真撮ってみるでもいいし、どっかでお食事するのもいいし、なんかすごい素敵な、まあ、ジュエリーつけてみるとかいうのもいいかもしれません。今だったらね、レンタルとかもいろいろありますから。 やっぱりここの、ここへ行ってみたいとか言うんだったら、もうね、国内だったらもう本当にすぐ移動できますから、まずは国内の中で最もその自分の理想の近い、理想に近い場所に行ってみる。そこで本当にその最上の極上のその豊かさっていうのを感じてみるとかいうのもとってもいいと思います。よろしいですか今あるお金の価値がなくなる何分の1、100分の1、1000分の1、 ぐらいになってしまう可能性も本当に否定できないので、ね、そうなった時に後悔はないですか悔いはないですかだから、もし悔いがあるんであれば、今あるお金で味わってみたい豊かさを、もうさっさとすぐに味わってみましょう。その、それで終わりじゃないそこがゴールじゃないそこからスタートなんです。新しい世界の、新しい時代の、新しい豊かさ意識の、新しい世界の扉が 開きますよということです。いいですかそこを我慢しないでください。そこに遠慮はいりません。えー、そこに倹約とか言う必要はないんです。なぜなら大きく変わっていくからです。よろしいですかぜひぜひこのことはね、少し頭に置いといていただいて、本当にあなたがやってみたいことを体験してみたいことを自分に許すという、その許可をぜひ出していただければなというふうに思います。 参考にしていいただければ幸いですそれではね、ぜひ、今あるお金で、最上の豊かさを味わうという体験を味わってみてはいかがでしょうか。はい、おすすめしたいと思います。参考にしていただければ幸いです。では、ではまた。